レブチンは、ウクライナ共和国生まれの計算機科学者、企業家。ペイパルの共同設立者で、元 CTO。ウクライナ共和国キエフに生まれ、1991年にイリノイ州シカゴへ移住。1997年にイリノイ大学アーバナシャンペーン校で、計算機科学の学士号を取得した。同級生に、 YouTube 共同設立者の陳志春がおり、後に PayPal の従業員として採用している。インターネットツール開発会社を2社共同設立し、1998年には、ジョン・ベルナール・パワーズ、ピーター・ティールと共に、フィールド・リンクを設立する。社名をコンファーナティと改め、彼らは PayPal として知られる決済サービスを開発した。別の会社 X.com と合併し、 社名は、ペイパルインクと変更された。ペイパルは2002年2月に株式を公開し、同年10月イーベに買収された。買収時、レブチンの2.3%のペイパル株は、約3400万ドルもの価値になった。彼は主にペイパルの詐欺防止システムへの貢献で知られ、キャプチャーを早くから、商用実装したガーゼーベック、レベジャンテストの共同開発者でもあった。 2004年、レブチンは、マイスピースやフェイスブックといったソーシャルネットワーキングサイトに個人的なメディアの共有サービスを提供するスライドを設立した。スライドは2010年8月に、グーグルが1億8200万ドルで買収し、レブチンは8月25日付で、グーグルのエンジニアリング担当バイスプレジデントに任命された。彼はまた、 オンラインソーシャルネットワーキングレビューサービスであるイェルプの設立支援も行った。映画、サンキュースモーキングのエグゼクティブプロデューサーも務めた。ありがとうございます。